重忠節踊りです。演じていただくのは重忠節踊り同好会の皆様です。それではよろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。こんな感じでご挨拶をさせていただくのはどうぞお許しくださいませ。田野畑の皆さん、ただいまは優雅な力強い踊りを本当に拝見いたしておりますと胸がジーンとなってまいりました。本当にありがとうございました。本当に大変な震災で皆さんがお力をいろいろと使っていることと思いますけれども、どうぞ早く、一日も早く復興して明るい明日が参りますようにお祈り申し上げております。どうぞ皆さんお体に気をつけて頑張ってくださいませ。これからお目にかけます。舞は重忠節踊り同好会でございます。埼玉県知事畑柔良先生が川本においでの際に重忠節を作詞されました。そしてあの三木八千代先生、キングレコードの振付師でございます、三木八千代先生が振付をされました。その家元先生に直々にご指導いただいた一人でございます。歌の中では雪の吉野山で鈴鹿御前と義経が泣き泣き別れて頼元子へ呼ばれ、そして舞を回されたそうでございますが、涙を流しながら静や静静のおだまき繰り返し昔を今になすよしむがなと踊ったそうでございますが、たまりかねて重忠公が胴拍子を打って差し上げたということでございます。また一ノ谷の合戦では日踊り声の山坂を相場を背負って降りたという、なんと優しい武将でございましょう。武将の中の武将でございます。私たちはこの重忠公の心を、そしてまた重忠節を、重忠踊りを正しく後世に伝えたいと存じまして、平成2年に踊りの会を発会いたしました。そして川本公民館の2階をお借りいたしまして、毎月第3土曜に稽古しております。皆さんどうぞまだまだ行き届いておりませんが、皆様方のご指導をよろしくお願いできればありがたいと存じます。では始めさせていただきましょう。よろしくお願いいたします。
踊る阿波踊りでございます。中の袴の方も阿波踊りお願いしましょう。さあ皆さん出てください。お願いいたします。みんな一生懸命参りますので、またどうぞいろいろとご指導お願いいたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。
閉じる。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。